ダリオ、どうしたの？ダリオ、なんかお米ばっか食べてるからなのかな。筋肉が全然なくなってる気がするんだよね。お米が悪いわけじゃないんだよね。北谷くんが偏食家だからいけないんだよね、多分ね。そうだよね、きっとね。あー、こんな時どうしたらいいの。筋肉つけたいな。そうだね。あ、そうだ、まずは腕立てしよう。1、2、3、腹筋もだ。1、じゃあ足の匂い嗅いでるだけんだ。ダメだ。北谷くん、筋肉がつかない体なのかな。こんな時はどうしたらいいんだろう。あ、そうだ、ちょっとみんな待ってて。なんと鳥の胸肉がそこに落ちてたよ。落ちてた鳥肉、すごいでかい。この肉を、そうだな、あの魔法の箱2号機で焼けないかな。ね、カリカリカリっと焼きたいよね。これが焼けたらお役立ちアイテムとしてね、活躍することができると思うんだよ。どうかな。ということで、ホットサンドメーカーでチキンを丸々焼いて、それを最後はホットサンドにして食べたらクソクソうまいはずだ。休みよう。長い。レッツクッキン。まあ、とりあえずフォークで穴開けていきましょう。うわ、ここほんと分厚。胸筋熱、ここ。すごい分厚い。こんな焼けんの。ちょっと下井くんが邪魔だから、下井くんちょっと横で見てるね。あとロボットに任せる。ね、ここ押さえないと刺さらん。ね、うわ、すごい分厚い。ここ穴開けてね、味が染み込みやすくしてるっていう。くだりだね。はい、偶然落ちてたこの冷凍パック L、 これに肉を入れる。下井くんね、身を見まねだからね。はい、肉入れた。はい、そしたら味付けしていくよ。まずお醤油入れよっか。もうね、同じ分量、全部同じ分量だと思っていいんじゃないかな。醤油入れます。お醤油入れます。おろし生姜入れるよ。生生姜入れるよ。 OK。 気持ち悪い、気持ち悪い。そして同じぐらいでニンニク入れていこうか。部長、粗挽き胡椒。はい、ジプロックを閉める。下いじめ。これをね、まあちょっと軽く揉みましょう。揉んでやろう。揉んで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 回って回って回って回る。はい、揉んだやつは15分か10分ぐらい放置しちゃえ。そして味を染み込ませよう。はい、10分つけました。これチキンつけたよ。これにちょっと塩を振りましょうね。まあ軽くだよね、塩なんて。そんな振っちゃったらね、しょっぱいもんね。皮目にもちゃんとしっかり塩振りましょう。なんかね、塩振ると焦げやすく、あのいい感じに焼き目がつくらしいよ。焼き目ね。フラッペ、はいはい、死ぬほどかける。いや、すごい。はい、これで下準備は完了だぜ。それでは行くぜ、魔法の箱カモン。来るよ。はい、呼ばれて飛び出てジャ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 の魔法の箱2号機。そしていろいろ跳ねると思うんで、100円ショップでね、これ買ってきましたよ。これ油ガード、ダイソー、油跳ね、なんかおしゃれな油帽子のやつと、あとシート、下にねシート引いて油跳ね完全防備だ。行くぜ。それではまず余熱でこれを温めましょう。あ、声がここに反射して響く。わあ、余熱で温まったところに油を塗っていこう。油、あ、すごい、油をで塗る。上にも、上の鉄板にもね。なんかで、ね、やってた気がしたけど、もうやめたんだね。行くよ、これ乗るかな。でかっ、 でかい。これやっぱでかいね。鉄板に対しての比率。おお。お、皮を。あ、皮を裏に。これ、あ、はみ出している。あ、はみ出している。出してますよ。それでは、いきますよ、みんな。まず、はい、まず5分ぐらい。5分ぐらいセットしよっか。はいはいはい。それでは。はい、
サンドウィッチ。出たサンドウィッチ。焼けるのかな。お肉はみ出して。はみ肉してる。おお、すごいジューッと言ってる。ここはもうギューッと押したろ。これで両面が一気に焼けるって寸法よ。分厚いとこもいけるんじゃないの。いけるかもね。油がすごーい。焼けるのかここみたいなね。背面プレス。出た煙がすごい。ちょっと移動させようか。移動させようか。ね、ハミ肉がすごいから。じゃあもう3分追加。もう5分追加だな。5分追加。焼けろー。燃えるシタイ君。シタイ君絶対臭くなるこれ。シタイ君匂いが取れないよ。これ後でファブリーズするよシタイ君。ファブリーズするの？うん。いい匂いがしてきた。もっと押せ。もっと押せ。さあ鶏肉が断末魔の声を上げてますよ。キューッと言ってますよ。表現気持ち悪いね。はい、16分だったね。16分、19分。もういいや、とにかく19分ぐらい焼いた。はい、あとはね、本当はアルミホイルとかでね包めばいいんだけど、ここにないんで、電源の切れたこやつに2キロのバーベルを乗せて5分ぐらい放置して中に火を通すよ。多分通ってると思うんだけどね、楽しみだね。はい、それでは力学を外す。そして開ける。いい感じ、焼けてるよ。キツネがすごいよ。よし、これをちょっと切っていこうか。キツネ色ね。はい、ドン。皮目がこっちだね。いい感じじゃないですか。それではちょっと切っていこうか。どんな感じかね。どんな感じかしら。おっ、バッチリ。ちょっと火が通り過ぎたか。よし、これをまず一口食べさせてもらおうかな。このシタイ君ナイフは何でも切れるんだよ。いくよ。これでトングにて失礼いたします。トングで食べるよ。うん、うん、どう、うん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 、バッチリ。うまい、うまい、うまい。うん、味付けもバッチリ。生姜とニンニクが効いててうまいな。おいちょいちょい。あともう火もね、完璧に通ってるよね。完璧。さあ、こっからが本番なんだよね。まずちょっと大きすぎるんで切ります。うん、これ以上何するんですか。まあ正方形に切ろうか。正方形に。まあこれぐらいにして。うん、はい、ズドーン、ルーバーン。ふんわり耳まで柔らか、山崎の食パン8枚切りを買ってきました。これで挟んでいく。ホットサンドだからね。はい、ルーバーン2枚。柔らか。よ、すごい柔らかい。白い。初めて。ね、パンの耳が白い。本当だ、ふわふわ。バター、下へ向きね。はい、下へ向き。下へ向きが2つ。あ、美味しそうだな。チューバター、美味しそうだな。このナイフ本当にね、先が尖ってないから安心して使えるんだよ。何にでも使えちゃうよね、うん、はい、ここにマスタードを塗っていく。マスタード登場。わ、こんなもんでいっか。なんかそう、なんかあ、ぬりぬり、なんか美味しそこにスライスチーズを乗せていく。今まで追加するとペロ、こっちがいいかな、こっちがペロ、まあ、そこにレタス乗せていく。チキン乗せていく。こんな感じ。どう、それ乗せるよ。まあちょっと塩コショウ足そうか、うん、軽く塩パンパンパン、うん、おい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 、うわ結構出た。これをホットサンドに入れていく。ちょっと軽油でベトベトなんで拭いていこう。すごい油、油が、わ、すごい油、油の海ね、油パネー、パネーって言ってる。よし、じゃあ乗せていくよ。よいしょ、セットだね。これね、余熱が必要って書いてるけど、余熱なしでいくね。セットいい、スタイ君、蓋をする。うわ、うわ、できるのかしらこれ。さあ、なんとこっからがね、本当の本当の本番だからね。いくよ。3分でいい。3分いくよ。ルバン3分でいこう。それではクローズド魔法の箱をちょっとここね、うん、ズレ直しながら、下が触って気持ち悪いな。さあ、ズレ直しながら、いったー、行きましたよ皆さん。さあ、これ3分後楽しみだね。どうなんだろう、
さあこれは重しを乗せよう。重し？じゃーん。あ、鉄だ。パッショッパッシュパーリョー。重しを乗せる。さあ焼き入れるぜ。どりゃー。おー、すごい音。音が。さあそれでは3分経ったんでね、どんな感じになってるかオープンしようか。ドン。緊張のオープンザドア。パコーン。うわいい感じに焼けてるじゃないすか。取り出そう取り出そう。さあホットサンドできてる。ずれてる。ずれてる。さあちょっと切ってみるか。切ってみよう。何でも切れるパン。包丁だからね。切れるんじゃないの？何でも切れるんじゃないの？はい、いくよ。パッカーン。どうですか？分厚い。うわー、マイセンのとんかつサンドより分厚いんじゃないですか？これ。チキンステーキホットサンドかな？なんだろうね。いくよ。さあ。すごい。うん。うん。ほぼ肉。ぐるぐるうめえ、ぐるぐるうめえ、超うめえ、うますぎー、分厚い肉、下役の筋肉がもりもりになってきたよ、もり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 、すっげえうめえ。普通にチキンで食うよりもやっぱりなんかサンドして食べた方が美味しいかもしれない、ね、これは料理法にもよるけど、やっぱこのねサンドっていうのは夢があるね。もちろんねチキンのジューシーさはねそこまではね胸肉だからないんだけど、後々追加したバターとかマスタードとかがねすごい効いてて、あとブラックペッパーもねなかなか美味しい感じになってるんで、この肉厚のサンドを食う醍醐味っていうのはすごいよこれは。まあみんなも食べてみて、もっと食べよう。うん、食べな食べな。うん。ちょっとあふもうまい。シャキシャキ。美味しそう。いやお腹いっぱいになればこれな、一個でお腹いっぱいになるわ。ね、本当だすごい、ね。あ、パン美味しいね。ルバン美味しい。あ、そうなんだ。カリカリ柔らかっていう変な感じ。はい、ということでね、今回の鶏の胸肉をホットサンドで焼いて、かつホットサンドにしたらスーパーうまいものができるわ。超大成功。そうですよ、そうですよ、美味しそうだもん、食べたいよ、僕も。いやこんな肉厚なものがホットサンドメーカーで作れるなんて夢みたい。夢だよ本当に。これはもう魔法の箱2号機として認定してあげようじゃないか。おめでとうホットサンドメーカー。ということでシタイ君は今回のようにやりたいことが見つかったらやってしまうんだよ、ついつい。だって名前がシタイ君だからね、したいんだよどうしても。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしく。じゃあねー、シタイ君でした。誰もしてくれてないらしいからね、チャンネル登録。